ただいまより共通男子 400m 競走決勝が行われます。レーン順に選手をご紹介いたします。大きな拍手をお願いいたします。第1レーン島根海斗くん豊敷、第2レーン平野達也くん富士見、第3レーン栗原雅也くん臼井南、第4レーン末永司くん千葉日大第一、第5レーン山内隼人くん習志野第二、第6レーン石鍋俊介くん印西、第7レーン島津光くん調子第一、そして第8レーン井上亮太くん松葉。以上8名によりまして共通男子 400m 競走決勝がスタートです。共通男子 400m 競走決勝、3位までは関東大会、すでに予選準決勝で2名の選手が全国標準を突破しています。全国大会の標準記録は51秒70。3レーンは臼井南の栗原くん、4レーンは千葉日大第一の末永くん、さあ栗原くん追い上げるのは末永くん、さあどうだ、残り 50m、 さあ素晴らしい記録です。50秒06の速報。さあ倒れ込んでいる選手も、誰が誰が、さあ全国標準は51秒70ですが、それを大きく上回る素晴らしい優勝記録。ただいまの優勝は3レーンを走りました臼井南の栗原雅也くん、正式記録は50秒06での優勝です。おめでとうございます。2着以降も全国標準を上回っている選手が出ている模様です。詳しくは後ほどお知らせいたします。